れちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。サラちゃん見てる？くるぶし。はい、ありがとうございます。くるちょも東京、ひでくるぶしがあなたの夜を独り占め。はい、ありがとうございます。独り占めして、もともと僕はですね、某エイビッシュマートっていうところで 4,5 年バイトをさせていただいて、スニーカーがです、好きなんですけど、今持ってるスニーカーをちょっと紹介して、お気に入りのポイントとかね、そして今日ですね、新しく1足スニーカーを買ったので、ちょっと開封していきたいと思います。それでは行きましょう。レディーゴー。くるくる、いわゆるプレネがついてたり、ヴィンテージものだったりっていうのは僕買いません。安く買えて、自分に合って、気に入ってるもの、まず最初はこちらですね。はい、じゃじゃん。まあ定番のコンバースオールスター、100カラーズ。はい、普通のコンバースよりちょっと生地が厚めで、ちょっとインソールがふかふかのが入ってる。元ね、ちょっといくらか分かんないんですけど、すごく安く買えて、多分ね3000いくらで買えました。MV の、デキストリン、デキストリンの MV で、このコンバースを履いてますね。シュッとしたスタイルの時に、履いたりします。最近はちょっとあんま履いてないですけど、デキストリンの時に公園で撮影したんですけど、結構ぬめってて、結構汚れついてます。非常に、気に入っております。続いてご紹介するのはこちらです。じゃじゃん。ナイキのエアフォースワンローパープルですね。はい、これは、ミタスニーカーっていう、上野のスニーカーショップがあるんですけど、そこのワゴンセールがあるんですよ。サイズが合えばお得ですよみたいな感じで。でもそのミタスニーカーさんって、スニーカー好きな方はわかると思うんですけど、ワゴンでもめちゃくちゃいいの置いてあるんですね。定価の時から欲しいなと思ってて、もうこれがあった瞬間速攻買いましたね。一味足元にアクセントつける時に、これよく履いてますね。エアフォースワンローパープルでございます。ちょもちょも。3足目こちらでございます。自粛期間に、何買ったのみたいな時に、紹介したんですけど、ABC マートの50周年かなんかのモデル、色的にはそんなに僕好みじゃなかったんですけど、ダットシューズ、まあ、ちょっと重めの、スニーカーなんだけど、これなんだっけ、 なんていう名前だっけ、サンダースペクトラディスクっていうのかな。ここを回すと閉まりますよっていうモデルですね。よく歩くときに履いてるんですけどね、歩いてるとね、ここら辺のねプラスチックがね、甲に当たってちょっと痛いです。まあそんぐらいかな。プーマのスニーカーって今持ってなかったので、たまに履きますね。はい、続いて4足目、こちらでございます。じゃじゃん。ナイキの、エアマックス95でございます。ナイキ信者ではないんですけど、一目惚れして、あどうしようどうしようと思って結局買いました。まあクッション性もいいですし、合わせやすいので、ちょっと気分高めたい時に履きます。これ丸紐なんですけど、このね丸紐がねめっちゃほどけやすい。まあなんかね、結び方変えればいろいろあるんでしょうけど、すぐほどけちゃうので脱げやすいってとこですかね。続いてご紹介がこちらですね。はい、じゃじゃん。バンズのオールドスクール、だいぶちょっともう履き潰れてきましたけど、オールドスクールです。まあ、最近僕ローカットしか、履かなくなったんですけど、これね3000円ちょっとで買ったんですよ。これ普通のオールドスクールじゃなくて、これ海外仕様なんですね。海外版のちょっといいやつなんですよ。それがね、まああんまり売れなかったのかな。ちょっと真相わかりませんけど、すごい安くなってて、まあ、3000円ちょっとで買えたので、俺ね、なんならこれもうですけど、全部買ってやろうかなぐらいの感じだったな。まあこれは MV の、君に出会えてよかったで、こちら着用してますね。はい、さっと履けていいですね。
バンズのオールドスクールでございました。はい、クルチョモチャンネル。これが多分一番レアなんじゃないかなっていう思う、靴ですね。はい、バンズと、マジカルモッシュミスフィッツのコラボの、スケートハイですね。はい、前にね福袋も開けましたマジカルモッシュミスフィッツと、バンズのコラボ、短い期間でしか販売されてませんし、あのなおかつね可愛い、このバンズのマークがドロドロで垂れてるんですよ。これで裏は、パープルで、ここのタンの部分には、マジカルモッシュのね、ロゴが入ってて、かかとにも、マジカルのドクロがいます。はい、普通のスケート履いて多分7500円とか、まあ、8000円前後なんですけど、これに関しては1万ちょっとしたのかな、買ってから10回は履いてない、そのぐらいあの貴重なものですし、もう大事にしてる、まあ、僕のスニーカーの中でちょっと宝物的な感じですね。意外とこの緑がね、あの合わせづらいですパッと履くとあれちょっとちげえなみたいな。だこれ履くときは結構もうこれに合わせて色を統一する感じですね。でも非常にやっぱ僕の一番宝物スニーカーでございます。はい、クルチョモチャンネル、今持ってる靴の、最後、何度も買ってる靴、今でも買えますんで、それがこちらでございます。じゃじゃん、バンズのハーフキャブでございます。昔の彼女とおソロで買って、これね、一足9900円なんですよ。が当時の彼女とあのお揃いで買って、すげえ履き心地よくて、でもうめちゃくちゃ合わせやすいんですね。どんなファッションでも結構合うんで、もうこればっか履いてた記憶があります。まあ通算で5足目ぐらいです5足買ってるんですよ、同じ靴を。俺この靴に愛着があって、まあもうボロボロになったらもう一回買おうってなるぐらい、もう人生変えてくれたスニーカーですね。はい、もうちょっともう来てますけど、来てますということで、バンズのハーフキャブでございました。今日ですね、ちょっと新しく、スニーカー買わせていただきまして、まあ、10回払いなんですけどそれをご紹介したいと思います。ABC マート、グランドステージさん、 ABC マートの中でもワンランク上のもの、ワンランクツーランク上のものを置いてる、ABC マートグランドステージっていうお店があるんですけど、まあでもこれグランドステージじゃなくても最悪買える、靴でございます。今回買わせていただいたのがですね、ニューバランスの M2002R という、靴でございます。27.5、はい、こちらでございます。今までの見た目からしたら一番地味なのかもしれませんけど、それがこちらでございます。じゃじゃんじゃじゃんこれが、ニューバランス、2002。あのニューバランスってまあ僕も何足かあるはあるんですけど、ね、見た目が、好き嫌い出ると思うんですけど、これに関してはあの結構一見ボテッとはしてるんだけど、おしゃれでいてなおかつめちゃくちゃクッション良くて、高いランク行くとあの USA だったり、イングランド製だったりとかあるんですけど、そういうのは3万ぐらいするんです。これに関してはアジア製で、あ、これ一応ベトナム製なんですけど、税込みで1万6000円ぐらい。試着した時にあこれやばいなって思って試着してから1回帰ったんですけど、これ忘れられなくて、今日もう一回試着したらもう買おうと思ってちょっとビビッときたら買った方がいいですこれをちょっと、履いて、この素晴らしい、クッション性をねしばらく味わっていきたいと思います。クルチョモチャンネル。
はい、ということで、今日は自分が持ってるスニーカー、何度か紹介させてもらって、まあ、あと今日買ったニューバランスの2000年を開封してもらいました。スニーカー興味ない方もいらっしゃると思いますので、靴というものは持ってないと外出れませんので、みんな持ってるものなんでね、この2万とかを超える靴はないんですが、こんな感じになりました。はい、よかったですね。おそろで買えませんか。はい、ということで今日はリクルーシーの持ってる、スニーカーご紹介してみた、お送りしました。ありがとうございます。